バイロン・ジャニスはアメリカ合衆国のピアニスト、本名バイロン・ヤンクスとしてペンシルベニア州マッキースポートに生まれる。両親はどちらも東欧系ユダヤ人で、本来の名字はヤンキレビッチであった。少年時代からジュリアード音楽院でレビーン夫妻に学び、アルフレッド・コルトやセルゲイ・ラフマニノフから音楽的な影響を受ける。事故で一つの指の感覚を失ったが、 15歳の時、トスカニーニの指揮によってデビューする上では妨げにならなかった。その後に、ロリン・マゼール少年の指揮で、セルゲイラフ・フマニノフの競争曲を演奏、ウラジミール・ホロビッツが、聴衆の中に混じっており、その招きで4年間ホロビッツに支持することができた。ジャニスはホロビッツが認めた3人の弟子の一人である。1960年に最初のアメリカ人として選ばれて、 ソ連に派遣され、ジャニスの演奏は、雪解け機関のベイソの交流の幕開けとなった。これをきっかけに、世界中で、数多くの演奏旅行を行い、多くの作品の初演や、それまで演奏されたことのない競争曲の上演にも、数多く挑戦した。1967年に、偶然フランスの城で、それまで知られていなかった、ショパンの二つのワルツの自筆譜を二つ発見した。 この功績はニューヨークタイムズ史上で何度も第一面を飾った。それからジャニスはショパンのワルツの楽譜を肯定することになった。1984年に米国大統領より表彰されたレーガン大統領主催のホワイトハウスにおける晩餐会の席上でもう数十年来にわたって重度の関節炎を患っていることを打ち明けた。 痛みによってついに手の手術が必要になったが、奇跡的に回復し、演奏と録音を再開することができた。アメリカ人としてはかつてないほどの栄誉に輝き、フランス政府からレジオンドヌール勲章を贈られたほか、音楽活動や録音に対して様々な賞を受けている。また、イエール大学など、アメリカ国内のいくつかの大学から名誉博士号を贈られている。 バッハ以降のピアノ作品を幅広く演奏しており、独奏曲ではとりわけ、ショパンの演奏で、また競奏曲では、ラフマニノフやプロコフィエフの演奏が知られている。画家のマリア夫人と共に、ニューヨーク在住。ありがとうございます。